My name is Andrew Hennessy and welcome to the Outshore Channel covering UFO activity in Scotland and also my adventures in Scottish music and the arts. My name is Andrew Hennessy and welcome to the Outshore Channel covering UFO activity in Scotland and also my adventures in Scottish music and the arts. There is an ancient tradition in Scotland of music, dancing and paranormal stories which was part of the Cayley culture. So whether it's the stories of alien bases at Gorbridge or lively Scottish jigs, we present an insight into the twenty-first century culture of Scotland. Mister Andrew Hennessy, Scotland, wrote to me that. Hi Hiroshi, the merited rocks on some ancient Scottish fortresses could only have been done by the manas firing advanced lasers, not as the scientists say, by the natives carrying whole chopped down forests onto the hills to burn them and melt the rocks, etc. I have been researching on this global grid system before. They are called vitrified forts where the external walls have been merited the established explanation of the locals burning whole forests by stacking the trees on top of the rock walls to melt the rocks is not a good explanation more likely some high-tech weapon did this えー、こんにちは古代スコットランドの溶けた岩についてですがビマーナ型 UFO の高度なレーザーによって作られたものです私はそれについて研究していますが科学者たちは木を燃やしてできたものだと主張していますそれらはビトリファイドフォーツつまりガラス化した鳥で ガラス化した砦と呼ばれていますがこの辺りの人たちもやはり森の木を燃やしてできたものだと説明しそれが定説化しています私はもっと高度なハイテクが使われたものだと考えています広志林浜松シティジャパン 人間というのはそこに不可思議なこと理解できないことがあるとまず身近の知識知恵を使ってその問題を解決しようとします例えば同郷にしてもそれが鏡に似ているから同郷という銅卓にしてもそれが金に似ているから 銅鐸という、あるいは前方後円符についても墓に似ているから、まあ、墓とい,うというように、身近にあるものを使って説明し、それでまた納得するわけです、まあ、その方が安心できるというわけですよね、で同じようにこのスコットランド周辺あたりで見つかっている、いわゆるガラス化したフォート。 とということになるわけけですけども、まあ、それについても、まあ、スコットランドではですね森の木を高く積み上げてそして燃やしてその熱によって、まあ、こうした要塞がガラス化したと説明されているようですで私の方で調べてみましたが岩石が、まあ、溶けてですねガラス化する温度というのは はっきりしていないんですまあ、それについてはですね転移点であるとか有回点であるとかさらには圧力によっても変わってくる岩石の種類によっても変わってくるということでまあ、岩石がガラス化する温度というのははっきりしないんだそうですただ私たちが使っているガラスそのものはですね600度から700度あるいは1000度ぐらいで溶けるということはわかっていますけれどもだからといって岩石が 600度、700度、あるいは1000度で溶け,る溶け始めてガラス化するということにはならないということですね、まあ。ともかくも、一つだけはっきりしていることは、森の木を持ってきて、集めて、それで火を起こして、その火によって、要するに岩石が溶け出すということは、これはありえないということです。えつままり先ほど言いしした転移転にしても 岩石の融解点、まあ、溶け出す温度にしてもですね単位そのものが違うということです。まあ、人間は今、何度という単位を使っていますけれども、そうした転移点、あるいは有回点においては、ですね特に岩石においては単位そのものが違うということです。まあ、温度に換算すると数千度、場合によっては3000度近い温度が必要だとも言われています。 今ご覧いただいているのは比較的、いわゆる点移点の低い溶岩石がです、ね、高温によってガラス化した画像ということになりますで、結論ということになりますスコットランドのこの辺りではですねいわゆるガラス化した要塞フォート 砦がですね至るるにあるそうです今日はその中の10箇所について先ほど紹介しましたけどもその中でも最大なものがですねこのタップ・オウノットと言われている丘ということになりますその丘の頂上にはこのようなフォートつまり要塞があってその周辺は ガラス化していいるというわけです、まあ、それについて先ほども言いましたように、そのそこの辺りに住む住人たちがですね、森の木を切って、そして燃やして、その熱によって、まあ、岩石をガラス化させたということになっているそうですけども、今時そんな説を信ずる人がいるのかと思うぐらい、まあ、ありえないことのように私は考えています。 とももかくも科学というのは未知なるものに向かって果敢なく挑戦していくその精神を言うわけですその精神なくして科学はありえないということになるのではないでしょうか既存の自分だけが知っている知識に固執してそれにしがみついていつまでもいつまでも過去を繰り返していくというのは本来の科学あるいは科学者の あるべき姿ではないと私は考えています。で、最後になぜ私がこのベトリファイドフォートガラス化した要塞にこだわるかというとですね、このあたりであの遠いボールが見つかっているからです。この遠いボールは。 岩石を掘り込んで作られたものと言われてきましたが実はこの地球上では再現できない高温によって焼かれて作られたものだということが最近分かってきましたで一般説によるとですね古代の人たちがゲーム用のボールとして使ったものというふうに説明されていますそれはともかくもその遠いボールが場所を同じくしてこの辺りえつまり ガラス化した要塞周辺で見つかっているということです。遠いボールとガラス化した要塞何か関係があるのでしょうかそれともないのでしょうかその遠いボールについての動画はこの動画の後につなげておきます。日本の縄文土器とも深く関係があると私、林宏は判断しています。Mr. Andrew Hennessy, thank you very much for your information and have a nice day. Bye. Hello, this is Hiroshihayashi Hamama City, Japan. Today's story is about the mystery of TOWIE BALL, Scotland. Sphere-type UFO in Scotland. This uh, information was uh, first given by Mr. Morimoto, Mr. Uh, Satoshi Morimoto, for which I thank him very much. これがTOWIE uh, BALLです。スコットランドで発見されております。 何に使われたかは分かっていませんが、武器であったという説、あるいはゲーム用のボールであったという説などがあります。え、岩にですね、岩というか石にですね、え、テニスボールぐらいの大きさなんだそうですけども、精緻な彫り物がしてあります。え、紀元前3200年から2500年頃、ちょうど日本で、え、縄文式土器が、完成と言いますか、あの、花屋、 咲かせていた頃に、スコットランドで作られました。これがあの、ジャパニーザーエルヴンウェア、ジョーモンエルェアです。で、この模様が何であるかというだけでも一つのまあ、なってますが、学会ができているんですけども、まあ、比較してみますと、非常に類似点の多いのには驚き、驚きます。えー、左がジョモン、右がトウです。 これは別のまた縄文土器ですけども、やはりよく似てるんですね。同じものでありません。でいろんな縄文土器と比較しています。こうして渦巻きのあるのもありますが、よく似てますね。いわゆる基本的な制作コンセプトと言いますか、は、同じだということなんです。あのー、全く同じというんじゃなくてね、 あの例えばあの別々に模様を作れと言ったら、まあ、全く別々の模様が生まれるんですけれども、基本的なベーシックなあデザイニングは、渦、まあ、を巻、ままあまあ、いたところなんですね、でこれもあの次のこれなんかは全く同じと言っているぐらい同じなんです。 いわゆる基本的なコンセプトという以上に同じなんですね。もちろんあちょう、あの、どあでできたもんでありませんので、あの、部分的には違いますけども、あの、このように同じだということですね。まあ、皆さんご覧になっている通りなんです。もう、説明のしようがないですね。上が縄文でしたが遠いです。 さらにですね、あの、パターンですね。あの、いわゆる制作パターン。上から見て、円を描いて、波書いて、線描いて、うるきを描く。これは、あの、縄文式土器。下のは、あの、左が縄文ですけど、基本的なパターンですね。ほとんどどの縄文土器にも見られます。それから、この花模様ですけども、これも、あの、よくご覧になっていただけるとわかりますが、制作パターンって言いますか、コンセプトは同じです。で、縄文土器につきましては、この、えー、 インスペアン p からイニシャルジョーンとか、いろいろ事件分かれておりまして、えー、第3期になるでしょうか early ジョーンと書いてありますね。5000年から2500年。これはちょうど今、遠いボールができた頃の日本の様子ですけども、まあこの頃に、あの、できたと。で、韓国でも見つかっているから、行き来があったって,っていうことになっているわけですね。それからあと、中期、後期、それから、あの、 千年から三百年になった、あった縄文時代のね、一番最後の後期になるとえ。じゃあこれは何かってことなんですけども、彼らは見たものを作ったんですね。縄文時の時にそれを説明いたしました。見たものを作ったんです。ここが重要なんですね。あの、創作で作ったとかそういうのではなくて、彼らは見たものを後世の私たちに懸命に残そうとしたんですね。その気持ちが今に触ってるってことなんです。 ではこれらは何かということですね。 出してて飛んででるっていうののは私創作すえもちろん水素燃料であるとか、かあの核燃料を使ってましたから、噴煙を上げたとは限りません。あれはもっと高度な推進装置を使ってたんですね。この、あの、休憩 UFO っていうのは、これは NASA の写真から集めてみました。NASA から流出した写真です。アポロだとか、あの、いわゆる衛星から撮った写真です。あの、フェイクではありません。偽物ではありません。 まあ、あの、こうした写真がですね、まあ、どん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 今リ,リークされてるわけですけども、これ月面に、月面上で撮られた休憩 UFO なんですね。ですから休憩 UFO っていうのは珍しくないんです。 ということはもう皆さんこれは何だか分かりですね。例えば私は地上で重力に逆らってラジコン飛ばすときはこうなりますが、無重力ではですね、え二、ー、つだけのエンジンではまずいんですね。前後左右に行きますけども、上下左右他の方向に行くことはできません。三方向になりますと、三点取りますと平面になりますからね。三点で平面ができますから、これでもあの、用をなさないんです。じゃあ六面が一番いいわけですけど、六、六個もつける必要ないわけですね。 あの、じゃあ、一番簡単で、効率の良い方法というのは、四面、あの、正四面体に、角のところに推進装置をつけることなんですね。ですから、あの、こういう形が自然と生まれてくるわけです。いわゆるその、この丸いところが推進装置なわけですね。そして、この推進装置に応じて、あらゆる方向に自由に飛んでいくことができる。もちろん、これ自体が回転してましてね、高速回転してたと思いますよ。もちろん、これは、に、あの、生物が乗るものではなくて、スパイ用の、あ 今でもスパイ用の、あの、UFO は見つかってますけども、その類だと私は思っています。これは私が思うだけです。根拠はありませんが、しかし、まあ、あの、今までのね、流れの中では、まあ、ほぼ革新的にそういうことができます。で、この、これは何のために、遠いあ、遠い、えー、ボールは何のために使われたかですけども、わからないっていうんですね。しかし、まあ、いろんな説があると、武器、あるいはゲーム用に使われたという説があると。しかし、もう一つ忘れていけないのはですね、あの、まあ、 これがですねあー、あの、インドのね、ビマ、ビマナに似てるってことなんです。インドではこういう、まあ、UFO が飛んできたってわけですね。それが、まあ、そのまま寺院の、あの、形になった、あれもーンはビマナと呼んでるんですけどもね。また、あの、寺院によっては、この模型が飾られる。 ているところもありますということで私の結論はですねというボールというのは休憩タイプのスパイ UFO であるとでそれはね荒れる方向に自由に飛ぶことができるとしかも高速回転してますから荒れる方向の写真を自由あのもうもうらに立体的に撮ってたんでしょうね Thank you very much for watching and See you next time. Bye.